はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、前ちんと一緒企画ということで、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、今日なんですけれども、大食い企画ではございません。どちらかというと、早食い企画ですね。 YouTube 界の早食い王といえば水たまりボンドのトミーさんがね、有名かと思います。で、水たまりさん自身もいろんなお店で最速退店、いわゆる RTA というね、その企画をいくつもやっておりますが、今回はですね、ちょっと前に水たまりさんがやられていた店舗でトミーさんのね、記録を超えるために、我らも RTA 企画をやっていこうと思います。僕もですか？もちろん。だってほら、比較対象が欲しいじゃない。大食いがどんだけ早いのか、普通の方がどんだけ遅いのかっていう。僕はもう普通の人ってことでいいんですよね。一応一般人代表として今日はこの RTA 企画やってもらおうと思ってる。わかりました。ということでですね、本日僕らが RTA 企画挑んでいきます。店舗はもう目の前についております。本日はこちら、僕の後ろに見えております、感動の肉と米新橋店さんで RTA 企画挑んでいこうと思います。こちらのお店さんはですね、店名の通りステーキやハンバーグを提供しているお店さんなんですけれども、これ提供速度がめちゃくちゃ速いんですよ。ちょっとね、この看板見てください。爆速1分ということで、お肉自体は1分で提供されるんですけれども、その他のご飯、お水で、小鉢等々に関しては自分で取っていくセルフスタイルですね。なのでこれ、焼き上がる前にこの全部ご飯だったりとかお味噌汁取るの、ここもね、かなり重要だから。なるほどね、スピード勝負でございます。だいぶスピード勝負です。前ちもさっき、あの水溜りさんの、ね、動画参考に見せたと思うけど、多分ね、食うのもそうだけど、準備、これが多分重要だと思うので。いや、本当にそうだなと思いました。で、もうすぐですね、ちょっと一時閉店をする時間に、今回お邪魔させていただきますので、これ閉店後に一回ね、ちょっとどういうシステムか中で確認してからちゃんと挑んでいきましょう。そうですね、はい、ということで、ただいまですね、こちらお店支度中ということで、今ですね、お客様皆様帰られまして、これから競技始めるということで、事前にルール説明だけしようか。そうですね。ね、ありがとうございます。ちょっと中入りましょう。基本的にこちらのお店さんは、でもほぼほぼ全てセルフなんですけど、まず入店します。で、この券売機で食券買えます。で、今回はあれね、あの水溜りさんの動画と一緒でロースのステーキで1000円機械のやつだね。はい、はい、それをもう一択で注文して、あっちだね。で、水はもちろんセルフで取ってもらって、で、ここ焼きが入りますと。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お待ちしております。お願いします。お願いします。水溜りさんの動画見てくださってる方は分かると思います。動画にね、出られていた横尾さんでございます。横尾です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、横尾さんがしっかりと僕らの美味しいステーキを焼いていただいている最中に、これですね、一品物であったり小鉢系ですね、とで、ご飯にお味噌汁とセリフで受け取った後、そのまま食べていただくと。で、完食したら戻して退店するまでが何分で帰れるかと。めちゃくちゃ無茶な企画よね。ちなみになんだけど、毎日も動画見たじゃない。で、カンタさんが8分ちょっと、で、うん、トミーさんが6分切りをしてたんだけど、早いな。マイチン的には大体今日の目標は何分？いや、でもカンタさん見てるのめっちゃ早いなと思ったんですよ。いや、まあ普通の方でも8分ちょいちょいで帰るのは早いよね。そうですよね、うん、10分は切りたいなとのは思ってます。10分、俺このカメラ持ってるのつらいよ。そうですよね。もっと巻いていこう。ちょっと頑張ります。じゃあとりあえず例として、一般枠のマイチンがね、一番手でそのステーキ食べてもらおうと思います。だいぶ気合入ってますね。いやー、もうめっちゃ頑張ります。はい、とりあえず。じゃあ私中で待ってますので、はい、そしたら前陣のターンですね。はい、スタート。 OKOKOK。 これどうなんだろう、俺券売機この見たことないんだけど、どうなってるのこれ。注文開始。はい、注文開始。注文開始。ロース、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 ウィズ？それハンバーグコンボじゃない？違う。これだ。レギュラー、はいはい、今日先生、おしゃれっすね。はいはいはい、ただいま発券中です。はい、OK。 一応発券まで25秒弱。あっ、これお肉っすね。うわ、うまそう。ロースめちゃくちゃ分厚いっすね。分厚いっすね。うまそう。熱々のパリアリで、その間に前チンはこれお味噌汁とご飯と、今48、9、50秒。あ、なるほどなるほどね。で、そこに置くと、うわ、ちょっと
コバチ、ごめんごめん、お待ちしました、どうぞ。早っ、やっぱもうちょうど喫火しだね、あの券売機抜いたら1分以内だね。そうそう、あの動画がやらせじゃないと。うわ、めちゃくちゃ早っ、うまそう。マジ大丈夫これ、めちゃくちゃ熱そうだけど大丈夫これ音が。で、これ小鉢が3種あるのと生卵ですかね。うわでもめちゃくちゃうまそう、そのセット。いただきます。あとお冷やだよね。そうなんです。大丈夫？いや、大丈夫です。で、今ちょっとステーキ持ってきて2分は超えてますね。え、もう？もう2分超えてるよ。水がいけいけいけ、大丈夫、いけるいけるいける。はい、で、ソースか。はいはい、ステーキソースかけちゃう。うん、かけるタイプね。で、いただきます。はい、これニンニクソースか。もう実食、あの2分半ですね。うわー、うまそう。熱い、大丈夫かな。大丈夫。うまい、うまい。熱さは平気？あ、全然熱くない。全然熱くない、ちょうどいいです。一番いい焼き加減って感じ。焼き加減いい。うわ、うまそう。うわ、俺の企画だけど人の見てんのつらいな、これめっちゃ腹減るわ。なるほど。はいはいはい。うわ、米と肉いいな。そのソース絡んでる肉とでしょ、米、めちゃくちゃ贅沢な食い方してるじゃん。あ、そう、卵だよ。あ、入れ替えます。 PKG にしちゃう感じ、うん、はい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 。まあ確かにそっちの方がご飯食べるのも早いもんね。食べる余裕ないですけど大丈夫ですか。しゃべる余裕ない。頑張れ頑張れ、いいよいいよいいよ。俺独り言してるわ。ただそんなこんな言いながらもうね4分です。大丈夫、頑張ります。で、あのそんなこと言いながらですね、もう5分経過でございます。これ大丈夫？5分よ、5分いきます。いける？大丈夫？腹いっぱいになってない今、減速した感じしてるけど、ちょっと溜まってきたで。熱いの？熱いのか。あと一切れぐらい、うん、ここに小鉢と味噌汁か。あ、ラスト、おい、いいね、うん、いいけど、ごめんね、もうこの時点でトミーさんは超えてる。俺ちょっと横で見てると結構急いで食べてるように見えるけど、これより早く食わなきゃいけないんでしょ。まあ、この企画やば。あっちあっち、味噌汁あっちいんだ。どう？熱いわ。待って待って、ほんとに。マイチン、もう7分余裕で超えております。大丈夫これ。え、もう完食じゃない？あ、いいね、ごちそうさまです。はい、あとはもう片付けるだけだ。あ、オッケー。記録は本日8分と6秒でございますね。いいんじゃないですか。多分カンタさんよりは早いと思う、ね、一般人枠では記録更新でございますね。よかった。10分いっちゃったらどうしようと思って。ちなみにさ、正直見てる感じ鉄板とか超熱々だったじゃん。あ、もう火傷してます。火傷してる。舌めっちゃもう感覚ないっす。味噌汁が意外と熱くて一番熱い、うん、じゃあ天敵はステーキってよりか味噌汁だ。そうですね、味噌汁が熱いかも一番。じゃあちょっと俺もその参考にして頑張らさせていただきます。超えてください、トミーさん。頑張ります。ということで第2走者といいますか、もうこの動画の、ね、メインですね、僕が次に挑ませていただきます。いや、毎日やばかったでしょ。やばかったです。匂いとかはすっげえ美味しそうなんだけど、あの湯気がやばそうだったから、ちょっとどうなるかだね。あ、そこっすね、ネックは。まあ、毎日のおかげでね、あの注文の仕方とか取る手順とかはなんとなく分かったから、ちょっと巻きたい。そうですね、実際焦るっすからね。いや、多分だいぶ焦ると思うんだ。だからまあちょっと結果わかんないんだけど、一応皆様にもね参考として、僕がですね今回記録を破ろうということで挑ませていただくトミーさんですね、5分48秒で退店してきてますんで、まあその記録を切れるように頑張りたいと思います。よしよしよし、注文でしょ、で人気、レギュラー、支払い、あ、早い早い、これで早い、
おはようございます。全然早い。まだ15秒ですよ。まだ15秒。あ、先に行くんですね、水を。行った方がいいと思うんだ。もう焼かれてます、焼かれてます。お味噌汁と、これ30秒経過しましたよ。あ、ダブルで行くんですね。こうで、急ぎでしょ、これ。ありがとうございます。早い。で、小鉢と、ロースのレギュラー。早い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 。はい。まもなく1分経過です。1分。はい、ありがとうございます。失礼します。よいしょ、よいしょ。席に着いたのが1分半ですね。水がね、あれなのよ。で、ソースだよね、ソース。まあでもやっぱデフォルトのこのステーキソース、ニンニクステーキソースですね。じゃあ毎週と一緒だ。それで行かせていただいて。うわ、めっちゃくちゃいい匂い。いただきます。すいません。はい、1分50秒です。1分50。はい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 。あっ、ナイフ取れない、ナイフ取れない。ちょ、待って、あっ、やったよし。うわ、いただきます。そう、うわ、うまそう。めっちゃうまい。一口が大きい。おいしいですか。ん、美味しい。うん。2分半経過しました。僕はそぼろと生卵で TKG や。いいっすね。え、もうないっすか。ほぼにゃっ。うん、激ムチ。無料はな。熱々の味噌汁。うん、内臓が焼ける。3分半です。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。はい。はい。お時間、タイム。はい。3分42秒。マジ？やっぱり2分巻いたん、トミーさんから。マジで言ってるこれ。あの、いや、ぶっちゃけよ、基本的にもともと YouTuber 世代で昔から見ててさ、水溜りさんとかも大好きだったから、こういう企画に挑戦させていただいてね、なんかそれを見てまた別の YouTuber さんが言ってくれればいいなみたいな、はいはいはい、思ってたんだけど、はい、この記録出してしまったら誰も超えられなくて来てくんないよね。ただね、やっぱ前中の言った通り、なんかステーキがどうじゃないわ、味噌汁の熱すぎて、やばい。よくてかあのスピードで行ったなと思って。まあで、俺らもさ、こう普段からチャレンジメニューとかデカ盛りをもう出来たてでもう熱々なもん食ってるから、まあありぐらいだったらぶっちゃけいけなくはない。でも本当に画面の皆様、大食い動画見てね、あの僕らのことを猫舌猫舌という方もいらっしゃると思いますけれども、強いってことがね、今日証明されました。いや、こんなでもさ、なんか肉めちゃくちゃうまくなかった。めっちゃ美味しかったです。俺何口、3口言ってたよね。3口言ってました。別に特別ちっちゃいとかじゃなくて普通のステーキサイズでしたけど、なんとかで3口で食べ終わって、めちゃくちゃうまかった。今回ですね、この企画ですね、肉と米さんでやらせていただいた、1分で提供されるステーキを何分でもう RTA としてね、早く退店できるかという企画でしたけれども、今回は無事3分42秒ということで、トミーさんの記録を2分ほど更新することができました。ただね、肉めちゃくちゃうまかったんだけど、ちょっと今回あの企画でね、めちゃくちゃ急いだんで、この美味しいステーキ全然味わえてなかったから、俺はちょっと追加で食べようと思うわ。はい、マイチンは僕は大丈夫です。さすがに腹いっぱい。もう食べれないです。OK です。
じゃあちょっともう一回改めて味わっていきましょう。はい。いや頑張ったね。いや結構良かったですね。ちょっと自分の頑張ったご褒美にしっかり美味しく食べますわ。気になってんのはこのハンバーグなのよ。さっき店員さんに確認したら、もちろんハンバーグはねこうレアで提供してしまうと危ないことがあるので、はいはいはい、1分以内じゃなくてしっかり火は入れるらしいんだけど、肉とハンバーグこの写真がさもうめちゃくちゃ食いたいじゃない。俺ちょっとこれ食べようかなと思うんだけど、別の部位も食べたいけどローストも全然味わえなかったから、そうですね、このローストウィズハンバーグでちょっと注文しましょう。これでも1500円とかね。安いですよね。超安い。追い肉ある肉混ぜるやん。コンボ以外にもまあもちろんこうやって追い肉できるんだけど、やっぱ普通の方ってお腹いっぱいになっちゃうじゃない。はいはい。このハーフサイズとかもあるから、いろいろ食べたいなっていう方はこのハーフサイズを注文したら、なんかこう何種類もね多分味わえると思う。ハラミいっちゃっていいですか。いっちゃってください。ハラミも追加させていただいて、ロース、ハラミ、でハンバーグで定食セットでも2300円ですから、めちゃくちゃ安い。めちゃくちゃ安いですね。じゃあ今回ねこんな感じ、ロース、ハンバーグコンボに追い肉でハラミと、ちょっとこれで楽しんでいきましょう。やっと味わえんだあの肉めちゃくちゃうまかったもんね。うまかったです。見てうまそう。めちゃくちゃうまそう。おー、焼き目最高ですね。最高です。こちらからロース、ハンバーグ、ハラミの、ありがとうございます。ちょっといただいちゃいましょうか。いただきます。さっきはぶっかけましたけど、これ手前にもこれ鶏皿あるので、ここにちょっとソースかけよう。違うもので、オニオンソースですね。いいですね。いいよね。さっきも食べたんだけど、ロースいっちゃいますか。ロースですね。この焼き目をめちゃくちゃうまそうだよね。じゃあちょっとこのオニオンソースで。いい感じ。うまっ。あ、めっちゃうまいわ。マイチン、本来はもちろんねお店さんも取り分けとかやってないけど、はい、お腹いっぱいだけどハンバーグ食べたいって話したじゃない。めっちゃ食べたい。ちょっと一口食べるか。いいんですか。うん、これちょっとハンバーグさ見て見て、これ分かるかな。ほら柔らかい感じ伝わる。このポヨンポヨンしてんのよ。違いますよ俺。うわこれいわゆるあのタバラハンバーグみたいな感じだから、こう自分で鉄板で焼く感じだね。じゃちょっと火が入るまで待っててもらって。これ絶対うまいよねちょっとさっきはこのニンニクステーキソース使ったんですけど、次はこのわさびステーキソースですね。うまそう。うまっ。あ、うまっ。てかお肉がうまいからシンプルに塩とかもいいかもね。うん。あ、うん、塩めっちゃうまいわ。美味しいですか。うん。じゃあそろそろハンバーグいっちゃいますか。行きましょうか。ね、そしたらごめん、毎日カメラ持ってるからさ、どうぞ。熱い、大丈夫かな。てか肉汁すごいな。うん、すごい。すごい。え、そんなに。いやもう入れた段階でも肉汁すごいんだけど、フォークを。わかる。すんごい。うまっ。このハンバーグつけても1500円だもんね、うん、めちゃくちゃうまっ。あ、コンボ安すぎる。これ絶対ハンバーグも食べた方がいいわ。食べた方がいい、うん、めちゃくちゃうまい。このハンバーグこそ塩なんじゃない。映ってるこの滴る油映ってますちょっとやばい。顔いいね。まあ、こんだけ肉汁あるからさ、こうお肉自体の甘みとか旨み強いじゃない、はい、だからもちろん多分ここら辺のソースも合うと思うんですけど、この岩塩とかで本当にお肉の美味しさを味わう感じで食べた方が一番このハンバーグはうまいかも、うん、本当にそうかも。じゃあちょっとごめんなさい、あのステーキ余ってるからさ、なくなっちゃったからおかわり行ってくるわ
そしたらそろそろ最後のお肉、ハラミですね。やっぱりこういうあっさりいただけるね、お肉はね、最高だよね。うまそう。ハラミ、一回そのまま行くか、お肉だけで、はい、うん。ロースはさ、結構柔らかめだったじゃない。ハラミはむしろちゃんとお肉らしい食感残ってて、このハラミもめちゃくちゃうまい。食べたいんだらこしてんな。絶対うまいと思うよ。じゃあちょっとあーんで。うまっ。めっちゃうまいよね。うんふん。うまっ。じゃあそしたら締めに TKG だね。これさっき僕もしたんですけど、これ無料で取れる小鉢ですね。これそぼろなんだけど、ここにこれ TKG ですよ。そぼろ自体が甘み強いししっかり味付いてるんで、醤油かけなくてもね、この TKG だったらこのまんまで十分だった。でこれ TKG いただきますよ。うまいね。じゃあそれでごちそうさまでした。はい、ということで本日はですね、こちら、感動の肉と米新橋店さんで水溜りボンドさんに挑むという企画のもと、最速退店 RTA 企画を行ってきました。一応前陣はカンタさんで、僕はトミーさん、2人とも一応記録は更新したということで、改めてこう企画終わった後にね、ゆっくり食べたら、こうほんとなんて言うんだろう、看板を見るとやっぱその1分で出てくるっていうのが一番いいところなのかなと思ったけど、それ以上にですね、味で、それに対しての値段、このね、タイパ以外のクオリティの部分ですね、そこの方が実はいいお店だってことが分かりました。ほんとそうですね。いや本当にそうだって、あのお肉とハンバーグをつけた、でおかわり無料の定食が1500円ですからね。しかも最速でメニューが提供していただけますので、今ですと、都内は北千住とここ新橋の2店舗のみでして、他にも神奈川だったりとか埼玉とかにもね、店舗はございますので、気になる方はホームページ見ていただいて、お近くのこの感動のお肉と米さんでね、美味しいお肉、安く、そして早く食べてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。